緊急予定で視聴会見始めます。視聴よろしくお願いします。はい、それではの発表項目に入ります前に、まず平成30年北海道胆振東部地震について、お話をさせていただきます。まずこの度の地震を受けましてご支援を賜りました多くの地域の皆様、さらには社会福祉協議会の登録ボランティアの皆さん、企業や自衛隊をはじめとする関係機関の方々、そして市民の皆様へ正しい情報をお伝えいただくためにご協力をいただきました報道関係機関の皆様に対しまして改めて感謝の意を表したいと思います。ありがとうございます。被災された方々への支援につきましては災害対策本部内に新たに設置をいたしました被災者支援室において総合的な対応を行っておりますほか、特に被害の大きい清田区里塚地区に対しましては同じく新たに設置をいたしました清田区里塚地区における地震被害対策会議を中心に集中的な支援に取り組んでおります。またこれらの被災者支援とインフラを含む公共施設などの災害復旧のため25日から開催をされます第3回定例審議会において総額約180億円の補正予算を追加提案することを予定しております。この補正予算につきましてはこの記者会見の後財政部より詳細を説明させていただきます。地震発生当初の混乱が収束に向かい電力や水道、道路などのライフラインがほぼ回復をいたしましたことから被害の大きかった一部の地域を除き多くの市民の皆様が日常生活を取り戻されております。昨日には経済産業省および北海道電力からトマト厚真1号機が火力発電所の1号機が安定的に稼働したために今後は例年のように冬に向けて無理のない範囲での節電をお願いしたいとの発表がありました。この2週間大規模な停電と2割の節電というかつて経験したことのない厳しい状況を乗り越えられましたのも市民や事業者の皆様のご理解とご協力があってのものとあると認識をしております。その一方で経済観光面に目を向けますと余震への不安はもとより計画停電の可能性が大きく影響いたしまして特に北海道札幌の主要産業であります観光での打撃が深刻化をしております。北海道のなどの調査では道内の宿泊予約キャンセルは延べ94万2000人飲食費や交通費なども含めた観光消費影響額は292億円にも及ぶと報告をされております。こうした経済観光の立て直しを図るためには市民はもとより観光客があふれるにぎわいを取り戻すことが必要であります。札幌市でも市内がすでに平常に回復をし安心安全に観光を楽しんでいただけることを国内外にアピールしイメージの回復を図るべく SNS や商談会などを通じたプロモーションに着手をしております。加えて観光応援プロジェクトとして新たに海外メディアを招聘し札幌を紹介してもらいますほか海外の番組において札幌を PR してもらうなどのことも検討しております。札幌の元気な姿を積極的に発信し続けることで誘客促進を加速してまいりたいと考えております。札幌市では被災された方々が一日も早く元の生活を取り戻すことができるようさまざまな支援をしっかり行っていくとともに以前のような活気あふれる町に戻れるよう市民や事業者の皆様と一体となって取り組んでまいりますので報道機関の皆様には引き続き情報発信をお願いをしたいと思います。それでは発表の項目に移らせていただきます。1点目は高齢者世帯に対する自動消火装置の購入設置費の助成開始についてであります。今年1月末に東区で発生をいたしました共同住宅の火災や
近年の高齢者世帯における住宅火災の増加に対応するため、高齢者世帯を対象とする自動消火装置の購入設置に要する費用の助成制度を設け、11月の1日からその受付を開始することといたしましたのでお知らせをいたします。65歳以上の高齢者世帯で発生する火災は、コンロやストーブを火元とする火災が約4割を占めておりますが、自力での消火が難しいことなどから、火災の拡大や逃げ遅れなど被害が大きくなる傾向にあります。自動消火装置は火災で発生した熱を感知し自動で消火を行うことから、高齢者世帯の火災による被害を軽減するために非常に有効であり、またスプリンクラー設備よりも安価で設置できるものであります。今回の助成開始により自動消火装置の普及を図ることで、高齢者の安全で安心な暮らしを守る新たな支援策の一つになると考えておりますので、報道機関の皆様には周知方よろしくお願いを申し上げます。2点目が、子どもの一時預かりサービス事業の事前登録、事前利用登録の一元化についてであります。働く女性の増加に伴いまして、一時的に子どもを預かるサービスへのニーズが高まっております。昨年度開催をいたしました女性応援会議の中では、札幌市が行っている日常的な預かりや保護者や児童が病気などの緊急時に子どもを一時的に預かるサービスについて、それぞれ別々の窓口で事前登録を行う必要があり、必要な時にすぐ利用ができないといったご意見をいただいておりました。こうしたご意見を踏まえまして、10月の1日から3つの子ども一時預かりサービスの事前利用登録を市内3カ所の子育てインフォメーションにおきまして一元的に行う取り組みを実施をいたします。またこれに合わせまして、病気や緊急時の支援を行うサービス、札幌市子ども緊急サポートネットワークに関しましては、病児・病後児預かりを利用した際の補助金について、これまで事後に申請をしていただいたものを利用時に支払う料金から差し引く形、後から補助金を請求するということではなくて、その補助金を差し引いた金額をお支払いをいただくと、そういう形にすることで手続きの煩雑さを解消いたしました。補助対象に、さらに補助対象限度日数、従来の3日から7日に増やすことによって子育て世帯の負担軽減を図っております。この度の取り組みは、まず北区、東区、白石区の3カ所の子育てインフォメーションで開始をいたしますが、ニーズやサービスの運用上の課題などを把握し、今後実施場所の拡大などを検討してまいりたいと考えております。子育て家庭がさまざまなサービスを利用しやすい環境を整え、より子育てしやすい町札幌を目指していきたいと考えておりますので、周知方をよろしくお願い申し上げます。私からは以上であります。